シャックです。マッツンです。今日のテーマは日韓素人 NBA。 だー、更新3日目です。続いてるぞ。皆さんにご期待いただいてるんで、休日は休みますけどね。日韓素人 NBA とは、今日あったね NBA の全試合についての解説と最新の順位について速報でお届けしていくような番組になってるので、ぜひねラジオ感覚で皆さん聞いていただいて、グッドボタンの方を押していただけると嬉しいです。嬉しいです。この素人 NBA では NBA を誰もおもろく語るというコンセプトのもと、NBA の情報、各ニュース、ランキングなど週4回から5回配信しているチャンネルになってます。最近 NBA 見始めた方はもちろん、 NBA 2な方にも楽しんでいただけるようなコンテンツになってますので、ぜひチャンネル登録未登録の方はポチッとチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それでは行きましょう。今日は6試合ありまして、いろんなニュースがまた入ってきたんでね、行こう行こう、ゴシップも含めてお届けしていきたいなと思ってるんですけども、まず今日ね1試合目、マイアミヒート VS フィラデルフィア 76ers。 この試合面白かった。なんとオーバータイムまで行くというね。俺がコンビニ行ってる間に終わっちゃうっていう。むしろそんなええ試合でコンビニ行くなよじゃあ知らんかって、コンビニ行ったらいい試合っすよって来て。ああ、っていうこと。そう、間に合わへんかったわ。熱かった。結果シクサーズ137対ヒート134で、シクサーズが3点リードと勝ったような試合になってます。おお、シクサーズ人少なかったんじゃん。そん中でもエースエンビード、今日はエースの役割を見せれたんちゃうかなと。エースになってきましたね。今日シーズンハイの45得点16リバウンド5スティールすごいすごい、いやすごいよ。あっぱれですね。オーバータイムなんか最後戦術エンビードみたいなさも一択そして僕が大好きなダニー・グリーン、今日オールスターかのような働きをしててびっくりするで、29ポイント10リバウンド6アシスト2スティール。すげえやん。スリーポイント何パーなん。やばいよ。スリーポイント今日21分の9やから、スリー21本打ってるってやばい。そうそもそもそんな打つんやみたいなね。もうシクサーズ人がおらんからさ、グリーンもオフェンスに積極的にも絡んでるっていういつもやったら好き狙ってるけどね。今日ステフィン・カリンみたいになってたもんほんま途中見たかったわ。基本ボールもらったら打つみたいなシュッシュッ。そしてまあ最後ね、試合決めたねマサイアスとかも良かったんで、いやシクサーズ確かに怪我におらんねんけど、この間にね今まで試合に出れてなかったマサイアスだったりだとかジョーだったりだとか、あとね期待の新人マクシーとかがねいい働きをしてるんで、逆にねシモンズとかセスとか戻ってきたら、またチームの総合値としてはアップグレードした形になってるんちゃうかなと。そして2試合目、ブルックリンネッツ VS エンバーナゲッツ。俺も熱かったんちゃうの。結果としてはね、あっぱれケビン・デュラントが大活躍して、ネッツが122対デンバーが116という形の勝利になってます。さすがやわ。 KD はね4クォーター最後、接戦で4点差のところを30秒から決定であるようなプルアップジャンパーを沈めて、そこで本当ゲームエンドみたいな感じになって。 お家芸やね。今日も彼34ポイント9リバウンド13アシストしてるからアシストめっちゃするやん。ちょっとネッツに関してはね、ツイッターご覧になった方もいると思うんですけど、アービングがね今個人的な理由で欠場してんねんけどなんとその間にね、ほんまかどうか分からへんけども、兄弟のパーティーに行ってマスクなしで写ってる姿見られてたりとかなんかまた怒られるぞ。あとはネッツの試合が始まる30分前に、何かのオンラインイベントに自分も参加してるみたいなことを結構パパラッとされてて、やめろ怒られるぞ。もうどうしたらええねん、ほんまほんまに今年はリーダーになるんじゃなかったのか俺は分からんわほんまになんやかんやで期待してたのにね。アービングってね、実は引退した後の方が本人もなんか人生おもろいんちゃうかなと思って、好き勝手にできるんでね。そんなねアービングがもしかしたらそのプロトコルに違反してまた離脱してしまうかもしれないんで、ここはどうなるかという感じだったんだけれども、ネッツがね今日勝ってタイに戻したっていうことはすごいポジティブだったんじゃないかなと思います、そうね。ナゲッツ今日僕らが大好きなボールボールが初スタート。見たよ俺スタッツだけ見てん。ボールボールスタメン来てたからな。見た、今日1クォーターからいきなりね3ポイント決めたりとか。さすが結果としてはね5ポイント2リバウンドっていう形で終わってしまうねんけども、彼が出てきた時のインパクト、威圧感っていうところはやっぱりすごいなとタコホールとの101とか見てみたいね。そして3試合目、ユタジャズ VS クリーブランドキャバリアーズ。ここは皆さんね大方の予想通りジャズ117対キャブス87という形で、まあ、ジャズ圧勝という感じになります。今日もねガーランドとかセクソン出てないと仕方ない部分もあんねんけども、その中でもねジャズに関してはエースミッチェルが今日も27ポイントの働きを見せていて、さすがミッチェル、ミッチェルエースがしっかりと活躍をして勝利を収めているような試合内容になってます、次の試合ロサンゼルスレイカーズ VS ヒューストンロケッツこれなんか見たぞちょっと。結果としてはねレイカーズ117対ロケッツ100
という形でレイカーズがボロ勝ちするというようなスコアになってます。そん中でもね、今日ちょっとレイカーズロケッツ一つずつニュースあんねんけど、うん、ロケッツから行くとね、試合後のインタビューでね、ハーデンの発言がクローズアップされてましたけれども、何言ってはったんあれは。俺はロケッツに全てを捧げてきたと、ただ関係を修復することはもうできない、ありがとうだけ言って席を立っていく。やばこうやばいよこれ。ロケッツの GM やばいよ、血の気引くよ、みんなの前でやろ。そうね、記者会見やから余裕はあんまり表情一つ変えずにどうする気なんやろな。ほんまに高級レストラン作ったのにどないしたらええねん。お客さん減るぞ、燃やされるぞほんまに。多分もうトレードされると思うんで、ただ競合チームを彼が欲してるかって言って分からへんし、うん、もしかしたら史上最悪と言われるようなトレードになってしまうかもしれへんなと。うわー、ロケッツは失うものがでかいな。逆にロケッツはフレッシュなスタートが切れるんで、お互いにとってねそっちの方がいいんちゃうかなと思います。長い目で見たらね、早めにもやってほしいそのトレードは。まだまだね、トレードデッドラインは3月中盤かな、今回はまだ続くけど、うん、早めにね決まってね、皆さんにまた続報をお伝えできたらと思います。みんながスッキリして早くねリスタートしたい。まだだってシャックのロケッツ開幕してないようなもんやから。いやまだ全然俺本気で応援しづらいからね。なんかこのチームはどうせトレードすんのかなって思いながら見てるから、はいはいはい、一喜一憂すらできひんよね。レイカーズに負けても結構無よ、まあ、今おー負けたわみたいな。昨シーズンまでロケッツロケッツヒゲヒゲ言うてたやつ、うん、どう応援してか分からへんね、もう困ってますよ私たちは。確かにね。そんな中で今日も勝ちました我がレイカーズ、うん、エブロン・ジェームスが26ポイント、アンソニー・デイビス今日19ポイントという形になっていて、レイカーズは今日ねチームケミストリーの高さを物語るシーンがあってんけど、うん、前半の2クォーターかな、エブロンのコーナー3の話なんだけど、たまに NBA 選手さシュート打った瞬間さ軌道を見て後ろ振り返ってさ、こうやってさジェスチャーするシーンとかあるやん。あるな。それ入ったらめっちゃかっこいいけど、入らんかったらめっちゃダサいシーン。あるある。今日レブロンがまさにそれをして、しかもレブロンさすがそれをしっかり決めるっていうシーンがあったんやけど、シュルーダーがレブロンがシュート打つときにシュートが入らへんのに100ドルかけるって言って、でレブロンはそこに対して、いや俺は入るに100ドルかけるっていう話をそのプレイ中にしてたらしいんよ、はい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 、でなんとその賭けがレブロンが勝って決まって、みんながすげえ湧いてるみたいなシーンがあったんやけど、ロケッツ戦で遊びやがってお前ら。そう、皆さんねあのこのシーン素人 NBA のねツイッターにも貼ってるんでね、ぜひ見てもらったらなと思います。複雑な気持ちです。はい、フランク・ボーゲルもねチームのケミストリーのそういう高さにねすごい満足してるって話があったんで、上々な出来だったんじゃないかな。崩れろ崩れろ崩れへんわ、出ていきたいゆえ。そして次の試合、サンアントニオスパーズ対オクラマシーサンダー、結果スパーズが112対 OKC が102という形でスパーズが勝利という形になってます。これでスパーズは勝ち越しかな、今6勝5敗、盛り返してきたやんけ。さすがポポビッチ、なんだかんだすごいよね、うん、やっぱ勝つメンタリティがチームの DNA にあるから、スターはおらんかもしれんけど勝ちを着実に重ねるっていうね、無駄に慌てへんよね。スタッツとしてはローリー・ウォーカー4世が今日24ポイント、デジャンテ・マレーが今日16ポイント、ゴリバの7アシストっていう働きで、うん、やるべき選手がしっかり活躍してます試合だ、うん、いいね。そして最後、インディアナ・ペイサーズ VS ゴールデン・セイズ・ウォリアーズ、ウォリアーズグリーンが帰ってきて少しずつ調子が上がってきてて、うん、イーストの強豪ペイサーズ当たってどうかなという注目が集まるような試合だったんだけれども、結果はペイサーズ104対ウォリアーズが95という形でペイサーズが勝利という形になってます、うん、今日の活躍選手挙げていくねんけど、うん、マイルズ・ターナーが素晴らしかったね。マジか。22ポイント12リバウンド5ブロック5ブロック。ボルボルかよ。ボルボルがそれ嫌なあかんねん。ほんまにな。ターナーはね、この前も言った今ブロック王として君臨してるってところと、うん、このまま行くとちょっと気早いけど、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤー十分狙えるんちゃうか。毎回5ブロックしてたら絶対入るやろ。なんだかんだターナーって最初はトレードの噂とかあったけれども、それを払拭するような素晴らしい働きをしてるっていうんじゃないかなと、うん、そしてウォリアーズに関しても見ていきましょう。カリーに関してが20ポイント、ウィギンスに関してが今日22ポイント、ウーブレイジュニアが17ポイントと2つになってます。ウィギンスがね実は今日ポイントもそうやねんけど、彼も今日5ブロックしてる。なんだ5ブロック流行ってんの。流行ってできるもんちゃうかな。ちなみにウィギンス前回のラプターズ戦でも4ブロックしてるから、すごいやん。ウィギンス覚醒してきた。すごいよ。今結構巷で言うと、実はディフェンシブプレイヤーオブザイヤーウィギンスなんちゃうかって言われてる。じわじわとな、みんな知らんところでやってきたね。じわじわと来てる。まさか彼がこんなとこでイムプロテクターとして貢献するとは誰も思わんかったよ、ね、思わんかった。点取ってくれやぐらいもんね。そうそう、しかも出だし悪かった時にね、最初みんな叩いてたもんな。そうそうそう。いやー、なんでね、ちょっとウィギンスの活躍っていうところにも今日はね注目しながら楽しい試合でした。では最新順位見ていきましょう。まずイースタンカンファレンスからです。1位ボストン変わらずで、次シクサーズ、バックス、ペイサーズ、マジック、
ホーネッツ、ネッツ、アトランタという形に続いてます。そしてウエスタンカンファレンス、1位は不動のレイカーズ、2位に今日ユタジャズが上がってきましたね。おお、すげー上がってきた。3位クリッパーズ、4位サンズ、ブレイザーズ、ダラス、ゴールデンスウォリアーズ、そして8位にスパーズが上がってきたような形になってます。ロケッツは安定のブービー、ブービーやね、今3勝6敗と最高だぜ。いや応援せよちゃんと。ハーデンの行き先が決まってから本気で応援するからっていうね。確かにね、ちょっとすっきりせんところはロケッツファンとしてあるんかなと思うんで、うん、ここのねそろそろ決着がつきそうな感じがするんで、僕らもね注目して見ていければなと思ってます。この素人 NBA では選手の紹介やニュースの速報などなどを行っている YouTube となっております。ぜひとも皆さん右下のグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、日刊素人 NBA でした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ハーデンどこに行くの、どこに行くの。